お姉ちゃんが増えちゃったプリコね。ハージもあるよ。ということで今回は、復刻記念にしずるさんのストーリーをご紹介します。さあ、始まるざますよ。行くでかんす。ふんがー。まともに始めなさいよ。あったあったくーん。もう助からないぞ。もう、しつこいよ。それにしても、これだけ逃げ回ってるのに全然負けない。やっぱり私の行動パターンが読まれちゃってるね。さすが自分自身。隠れてもすぐに見つかっちゃうし、やりにくいな。何か弱点とかがあれば。え、なになに、あたあたくん、お姉ちゃんの弱点が知りたいの？そんなの知ってどうする気かな。言うとる場合か。私たちにも聞くかもって。そっか、お姉ちゃんにいたずらしたいわけじゃなかったんだ。残念。エッチないたずらもセーフですか。か、あんまり思いつかないかな。お姉ちゃん大抵のことを克服できちゃうし。高木も頑張ってるし。あ、マーラ。ランドソルは今日も平和だな。これも魔法少女のみんなのおかげだね。彼女たちを選んだ僕の目に狂いはなかった。本当、魔法生物としてこんなに嬉しいことはないよ。お、そうだね。このままずっと平和な日々が続きますようになんてね。ジャスト1分だ。いい夢見れたかよ。やったー。え、今僕の名前を呼んだよね。でもなぜだろう、振り向きたくない僕がいる。振り向くと今までのセリフが全部ぶち壊しになっちゃうような気が。もう助からないんだよな。ちらっとだけ見てみようかな。おい、その先は地獄だぞ。あたあたくん。お姉ちゃんハザード。うわ、しずるちゃんがいっぱい。一人ぐらいお持ち帰りはやめておこう。わかるよ、何がどうなってこうなっちゃってるの。さきしさま、今来たさんよ。お姉ちゃんね、増えちゃったの。増えちゃったか。それなら仕方ないか。とにかく一緒に来て。お前も仲間だ。うわ、世界の平和を守るのが役目なんだよね。お姉ちゃんと弟くんのピンチなんだよ。手伝ってくれるよね。拒否権はない。うん、当然さ。僕は世界中の人々の笑顔を守る魔法生物だからね。だけどちょっとだけ正直に言ってもいいかな。なんだい。関わりたくない。ですよね。はい、行くよ。首根っこを使うのはやめて。モーラ、ゲットだぜ。クレープはいかがですか。第一の比較。まあ、しずるちゃん。クレープお姉ちゃんだよ。弟くんに美味しいクレープを食べてもらいたい、そういう思いから生まれた私。普通のクレープじゃ我慢できねえ。他の私はまだ来てないのかな。今は手分けをしてるんだよ。運が良かった。私が一番乗りだね。お姉ちゃん一人ならなんとか。さあ弟くん、お姉ちゃん特製クレープだよ。食べさせてあげるからこっちにおいで。食欲には勝てなかったよ。ごくり。ミス様、今揺らがなかった？もしかしてお腹空いてるの？さすがだね。弟くんのお腹のペコペコ具合を完全に見抜いてる。お腹ペコペコのペコリーヌ。そんなに戦慄する場面なのかな、これ。このままだと弟くんが危ない。モーラちゃん、口開けて。ボロン。お姉ちゃんの極太クレープが。わー、クレープ全部食べられちゃった。もうまた作ってこなきゃ。やっぱ時代はケモナーだよね。よし、なんとかなったね。しずるちゃん、突然口いっぱいクレープを叩き込まれる気持ち考えたことある？普通にきつそう。ありがとね、モーラちゃん。今のうちに場所を移そう。次の私が来る前に。次のお姉ちゃんはどれが来るんだろう。ようこそ弟くん。うろろろろ、エッチだね。うわー、隙間
まりされてる。グレープはダメだったみたいだね。あの私はグレープを作ることしかできないもんね。やつはお姉ちゃんの中で最弱。そういうあなたは何ができるのかな。それはもちろん。もちろん。まさかダメだよそんなの。え、ほら弟くん、水着のお姉ちゃんだよ。とってもセクシーでしょ。姉の誘惑。ちょっと、なんてことしてるの。弟くんにそんな迫り方をするなんてずるいですよお姉ちゃん。どうかな弟くん、ちょっぴり大胆なお姉ちゃんは嫌いかな。そそるぜ。ダメだってば。弟くん、これは違うの。こんなのお姉ちゃんじゃなくてね。か、みんねりの、いやしかねばい。ねえ、開放的になっちゃうよ弟くん。いかん、プリコネ X が始まる。さすがに街中で水着はちょっとね。効果は抜群だ。さすが騎士様、完璧なまでのカウンターが決まったね。しずるちゃん、今だよ、今のうちに。いや、お姉ちゃんにも聞いてるし。弟くんったらかっこいいんだから。しずるちゃん、しずるちゃん。なんとか逃げられたけど、多分ここにもまだ見ぬ姉たち。ピンポーン。どこに行ってもしずるちゃんがいるね。お姉ちゃんからは逃げられない。クレープとセクシーたらだらしないな。やっぱり弟くんを手に入れるのは甘いチョコを操るこの私だね。え、でもそれって、どうしたの。もしかして負けを認める気になったかな。いや、これ言ってもいいのかなってずっと思ってたんだけど。まさか言うのか。クレープと被ってない。いったー。言っちゃった。言わないお約束とか関係なしだね。大体どのソシャゲも強化されるたびに脱いで水着と大差なくなるやつ。私クレープと被って、ほらすごくショック受けてる。かわいそう。でもチャンスだね、今のうちだよ。一人だけ時間短くて草。残るはあと一人だね。そこにいるんでしょ。いつものお姉ちゃん。クレープもセクシーもショコラも残念だったね。いつもの私。よかったねしずるちゃん。普段のしずるちゃんなら今までみたいに特殊な攻め方はしてこないはずだよ。いつものが一番ヤバい。それはどうかな。行くよお姉ちゃんチョップ。ぐわー。わー、あの、運動無用なの。もう避けちゃダメなんだぞ、お姉ちゃん頭突き。もうそんなに頭突きしてないってば。たまにしてる。なんて重くて素早い攻撃。いつものしずるちゃんを元にして生まれたはずなのに、どうしてこんなに強力なの。いつも通りだな。そっか、察する力が増していくモーラちゃん。弟くんのためならお姉ちゃんはどこまでもパワフルになれる。ちょっと強引にでも弟くんはいただいちゃうよ。誇張抜きなのが怖い。まずいよ貴様。これまでの度重なる激しい戦いでしずるちゃんも疲れてる。何よりしずるちゃんの力は分身を生み出しただけ、分割されているはずなんだ。そんな状態でよくここまで。すごいぞお姉ちゃん。このままじゃ。この気配は確かに感じる。これは誰か助けて。闇の気配。まさか。お前はダークライ。姉同士の戦いを一人で止めに来た勇者だぞ。もしかして狙いは僕。ちょっと待って、
やはり獣か。ぐわー、貴様、その僕をかばって。安いもんだ、腕の一本ぐらい。ねえ、今弟くんに何をしたの？姉の陛下を自分に向ける敵の鏡。アンチビーストが怯えてる。そりゃそうだよね、うん、地獄に行ってもこんな面白い殺戮ショーは見られんぞ。どこに行くのかな。弟くんに攻撃しておいて逃げられると思ってるの？お姉ちゃん、切れた。いつの間にか集合してる。今は一旦休戦だね。うん、そうだね。怖いな、トズマリスト子。わわ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 わ、貴様、ちょっと見ない方がいいかも。この先は愛と希望の存在しない世界かも。デストロイ。弟くんを傷つける悪い子にはお仕置きだぞ。こうして命がまた一つ散っていったのだ。虐待良くないです。ということで今回はここまで。動画更新や自作エロゲのお知らせ等は Twitter でしてるので、感想やフォロー、動画のいいねとチャンネル登録も押してもらえると嬉しいです。あと次に紹介してほしい子がいたらコメントしてってね。制作中の同人エロゲ、メメリスちゃん RPG が BL サイトにて予告販売ページ公開中なので、お気に入り登録もおなしゃす。では、サラダバー。